今回はちょっとトレーニング合宿と、シェレンの僕らがやってるアパレルブランドのシェレンの、ちょっと仕事の関係で来たんですけど、ハワイは結構毎年必ず来てて、なんでちょっと今回はいろいろ紹介しも美味しいとことか紹介していきたいなと思ってます。で、最初今着いたばっかなんですけど今着いたばっかなんだけどまずはまあ朝なんで、ちょっとコーヒー、おすすめのコーヒーショップを、僕らがよく行くおすすめのコーヒーショップをちょっと紹介したいと思います。コーヒーも粉コーヒーで美味しいんだけど、食事がめちゃくちゃうまいっす。で、場所はインターナショナルマーケットプレイスのとこにあります。すぐ分かると思います。おすすめ。おお、いいね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 、いいですね。おお、かっこいいね。くぅー、たかしの番。これからちょっと、まあ、お昼ご飯というか、昼と夜のもう間ぐらいですけど、もう3時ぐらいなんで、ちょっとおすすめのとこ行きたいと思います。ちょっと部屋を、今回泊まるホテルの部屋をちょっと紹介したいと思います。こんな感じ、キッチンもあるし、今回はキッチン付きです。いいですね。こうやってクッキーも置いてありました。洋服の準備。まだ途中だけど、こっちが暗めの色コーナー、はいはい、でこっちが明るめの色コーナー、てな感じで
ジャスティンはちょっと仕事してます。で、バスルームこんな感じ。めちゃくちゃイケてるね。めちゃくちゃいい感じです。これから超おすすめの、ランチ、まあランチって言ってももうだいぶ時間遅くなっちゃったんですけど、まあ、3時ぐらい、5時、ランチがないでしょ。5時、うん、ちょっとあの2人とも疲れてホテルがね早く入れたから昼寝しちゃって、でこれからさっきコーヒー飲んだのがあそこインターナショナルマーケットプレイスのコリアンに行きたいと思います。ここはめちゃくちゃ美味しいです。なんで行きましょう。ここリカモンっていうのかな。感じでなんかいろんな人のサインが書いてある。美味しい。で、これアクセライズみたいな。アクセライズみたいな。美味しい。すっごい美味しい。毎回この2つ。もう終わっちゃったけど、このじゃがいもとこのきゅうりが美味しかった。どう？美味しかった？美味しかった。めちゃくちゃ美味しいよね。ここは多分昼来た方がいいですね。夜混んでたね、ちょっと。はい、混んでるんで。忙しそうだった。昼来たらめちゃくちゃいいと思います。で、多分あの焼くやつよりもうあのできてるやつ。そうね、美味しかったね。の方がいいと思います。おかわり17がいいよね。あのキムチとかそういうのが。ね。しかも美味しいし。これからホールフーズ行きます。あ、そっか。明日の朝食とか、確かに。明日からトレーニングとか始まるんで、ちょっといろいろ準備するためにホールフーズ。ホールフーズめちゃくちゃいいでしょ。あれ？なんかね、新しいとこできたんだよね。新しくできたんで。今までは遠かったんだよね。そうそう、ダイヤモンドヘッドの上がったとこかな？超えたとこだったと思う。ね、ワイキキからちょっと近いとこにできたらしいんで、行ってみます。Let's go!やってみてよ。出るかやってみるけど、下に置いてプレススタート。出たー、やったー。重いんじゃない？いい？ああ本当に？いいよ。いい？このぐらいでいいんじゃない？話しなくていいの？
あ、どう？見して。あ、もうちょっと入れようか。これはグラムで値段なのかな？多分ね。頑張れ。頑張れ。絞りに絞ってるけど。もう無理だな。そう。ピーナッツバター選んで。完成。出来たてのピーナッツバターで、結構我が家でやるのはこれに朝バナナディップして食べる。そう、それがめちゃくちゃ美味しいんだよね。ヤミー。ホールフーズ来ると必ず買うやつ。なんか食べる全部オーガニック。いる？あってもいいかもね。ね、リンゴ何でいい？ブラックか普通のか。ブラックって何？ちょっと気になる。どれがいいんだろう。なんかそっちの方が美味しそうには見えるけど。2個、1人ずつ。これもいっちゃおうかな。ほんと？これもチリ。オッケー。パイナップルない？ね。これはハワイの名産でアップルバナナって言って、ハワイで取れるやつもホールフーズでは、売ってるんだけど、これ一応ねすごい人気でトップセラーなんだよね。これでハワイでしか多分食べれないのかな、アップルバナナで。基本全部ちっちゃいよね。そう、ちっちゃくて見ての通り全部青いのが多いから、多分ハワイ滞在中に食べるのには一番最初に買って、買えるぐらい1週間後ぐらいに多分食べ頃になるのかもしれない。そうね、今多分まだ食べれないから。でもぜひこれを、一番おすすめの食べ方は、これをさっきのピーナッツバターにつけて食べるのがすごい美味しいっていう風に言われてて、で俺は初めてそれで食べて衝撃だったから、それ以来ハワイ来たら必ず買って食べるんだけど、なかなか青いのしかないから食べれないっていうのが多い。だから普通のバナナにつけてもいいし、まあぜひ一回これは試した方がいいと思います。アップルバナナおすすめです。ホールフーズ来たらぜひ買ってみてください。やっぱりハワイのホールフーズだからポケ丼がめちゃくちゃ種類が多くてめちゃくちゃ美味しそう。結構あれだよね、ハワイだとチップとかタックスとか高いから、毎回レストラン行くとすごいお金がかさむから、結構ここでね何食か済ましちゃうとめちゃくちゃ楽だよね。そうそうそう、そんでレストランクラスで美味しいからね、すごい美味しい。ホールフーズは本当に食材が全部美味しいんで、ですぐ食べれるからめちゃくちゃいいと思います。でこれは全部美味しそうなんで、実際なんか買おうかな。それでもいいけどね、朝食単に食べた。何があった？朝ごはんにこれにしようかな。何それ？ターキーサンドイッチ。ああ、ターキーね。今食べたばっかりだからちょびっとだけ食べる。2個食べれるかな？1個でいいと思う。え、2個2個2個ジャスティンは結構ジャンキーなジャンキーなものを食べるね今何も
食事制限してないから。マカロニチーズです、これは。大好き。美味しそうだけどね。めちゃくちゃいい匂い。大好き。こんな感じ。ひひきゅうりとトマトが大好き。ライスと、ここにブラウンライスあったから、ブラウンライスとさっきのシーフードをちょっと食べようかなと思ったんだけど、入れ物。個人的にね、あのマッチョがね、選ぶものをね、そのまま真似すればいい。確かに。ちょっとあのマッチョついていこうか。あの腕はなかなか、普通じゃなんないからね。何選んでた？あのマッチョは。コーナーになかったよ。マッチョか。またサラダか。とりあえずブラウンライスのこの入れ物ね。アイスクリームのやつ見て、アイスクリームいいね。ちょっと向こうで私の念願の秋付けを食いに。満足？はい、行きましょう。タコとエビとサーモン、それはさっきのブラウンスライス。そう、乗せて食べます。これはね、めちゃくちゃ体にいい。シーフードは余計な油ないから、めちゃくちゃ体にいいから。で、アスリートにとっても超いい食材です。なんで、ホールフーザー来た時は、ぜひこういうのを、取ってみてください。先にブロッコ置いてやったりとか、ポーズで、例えば、股関節をちゃんと正しい位置にしないといけないでしょ。でも硬い人だとできないから、それをずらしてやるところをちゃんとブラックを使うことによって、ちゃんと正しいやつで伸ばしたりできるし、まあ、体重かけてもっと極めた足を上げるやつとか。それが欲しい。欲しい。日本で買うと高いんだもん、こういうちゃんとしたブロック。高い。オーガニックコーナー。そう、サプリメントとか化粧品とかいろんなのがある。え、でも全部、あ、全部オーガニックなの？なんかオーガニックが多い。自然のものが多い。大きいじゃん。全部なんだよ。で、この辺がこういう健康、健康グッズ。ちなみにオーガニックだったら、俺の着てる T シャツもそう。あ、嘘。嘘高いって。いやいやいや。それを選んだんだけど。これね、着てるものがね、インドのすごいオーガニックコットン。インドで作られてるオーガニックコットン 100% のコットンを使った T シャツ。シェレンから、今年の春かな。 春だよね。あの春服だから、春服だから2月、3月ぐらいに出るんで、めちゃくちゃ着心地いい、本当に。いいでしょう。もう完全にオーガニックの生地だから 100% だから、すごい着心地いいし、まあ健康にもいいし、社会にもいいっていうね。そう。で、あと生地自体はあのインドで採れたオーガニック、貴重なオーガニックで作られた生地なんだけど、それを日本の工場で作ってる、ね、作られてるから、ちゃんと一個一個作ってるから、ちょっとね、単価高いけどね。だから本当にいいものと、いい作り方で作ってる。すごいいいよこれ。1枚おすすめです。めちゃくちゃもう抜群、着心地は抜群です。本当にいいよね。めちゃくちゃいい、本当に。これは嘘なし、本当に。高橋最初感動してたもんね。いや、そう、こんなんはあんま、てか着たことないもん、この感覚。こんなに着心地のいい生地って、やっぱ生地にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。ってことで、ホールフーズオーガニック関連からシェレンのブランドまでちょっとオーガニックに
やっぱ重要だよね。ちなみにこれはあのユニセックスなんで、男女着れます。なんで、僕が着てるのがこれ L だっけ。 L だよね。そうで、 L と M を作って、基本的にサイズ大きめに着たかったら女性も男性も L にすればいいし、そうで、ちょっとタイトに着たかったら M にすればいいんだよね。そうだから両方で、女性だとだから女性だったらもうちょっとワンピっぽくこれに、ね、オーバーサイズの T シャツ、そうそうそう、かもっとなんか可愛い感じに着て、で男だとまあこんな感じで、うん、で色がこれともう絶妙なベージュ、あーベージュめちゃくちゃいい、いいよね、ベージュめちゃくちゃいい。今度紹介します。それでいくわ。これで今セールだから本当19ドルだったのが15ドル、めっちゃいい。日本だともっと高いの？もう全然見つかんない。安いのっていうか1万以上とか2万円でやっといい質のものが買えるから。マジ？これは探しても、このなんかすぐ使ってへっこんじゃうやつは安く買えるんだけど、1000円とか2000円とか、まあ、家に今使ってるのもそれですぐへっこんでるの。ちゃんとしたこういうのが全然この値段じゃ買えない。ガチャイ、ガチャイ。ヘルシーフードたち、今日買ったものと食事、今日の夕食と明日の朝食、まあ、夕食はもうさっき昼とお腹かけて食べたから軽め。